I am a member of JPPMW.私、JTPMW のメンバーで、さらにこの私は広島の第20回総会に参加いたしました。私、一つコメントがあるんですけれども、昨日のセッション後なんですけれども、セッション後で、その会議場の。思ったんですよ、実は。それですごくイライラしたんです。で、この時のディスカッションっていうのはですね、その放射線の被曝のレベル、それが健康にどのような影響を与えるかという、そういうタイトルだったにもかかわらず、十分なディスカッションができませんでした。だからすごく私はがっかりしました。で、その時の、その参加者、フロアにいた参加者、みんなは原子力発電には反対というのは明らかだったのに、片岡先生と金輪先生はその JTPMW のメンバーは誰もそのような明確な立場を表現しませんでした。私はこの JPPMW のメンバーとしてこれについて明確な立場を表明しないということが非常に残念に思います。で、核原子力すいません、IPPMW ですね、PNW のメンバーとして残念に思います。この3月11日の福島第一原発の事故を受けても、そしてこの日本でこのような状況になるのかというのが残念です。Thank you for that comment. I will just, just for the audience information, just, clarify that IPPNW IPPMW は長いこと一つの立場を保ってきました。これは原子力発電に反対するという強い立場です。そしてその理由は一般市民の健康被害ということが理由です。1998年に私たちはこの立場を組織してスイスのバーゼルデンの確認しました。そしてスイスのバーゼルではその数年前でありますけれども、その会議で第8回その会議でそのウラニウム採鉱に反対するというその採鉱採掘者のですね、甲府の健康被害を取り上げ、そしてその立場も IPPMW として明確に採決いたしております。谷岡さんの支援法のお話の中で、被爆と無関係ということを証明できない限り医療費を補助するというのはとても素晴らしいお話で驚きました。で、少し危惧することがありまして、私は県立医科大や法医研の先生方が福島の県内の医師会や東京や京都や各地の医師会やあと診療科学会や専門の、診療の学会で彼らが現在健康被害が起こっても被爆と無関係であるという講演をあちこちでしているのを傍聴に行ったり音源を手に入れたりして確認しております。で、こっそり取材に行った時はその県立医科大の先生が保健医の医師たちに向かって現在何か健康の影響が出ても被爆と影響がつながるような線量ではないので一切問題はないとネットで煽りすぎだという講演をはっきり何度も口にしています。ですので何か被害が出ても被爆と影響がないということを医師たちはなんていうか悪意なく診断していく場合がその可能性がかなり高いと思うんですね。なのでその場合はどういって対処するかというのとあとチェルノブイリの事故後ヨーロッパのお医者様方はどのような診療をされていたのかその被爆の影響に対して割となんていうかその
アグレッシブな診断をすると圧力がかかったのかどうか、その辺に関して教えていただければと思います。よろしくお願いします。私たちもその心配というのは当然考えています。でこんなふうにしました。基本的には国が証明できないものは医療費の減免対象になるんだということを先ほど申し上げましたけれども、これは多分3つのカテゴリーがあるというふうに思っています。一つは長崎だとか広島の被爆からその問題になってきているいわゆるその放射性の疾患と言われるもの、これ白血病とかその他のがんを含めてのものがそこに入ると思います。それから二つ目にはですね、今までなかった問題が生活習慣ということを含めて新たに起こってきたもので、それは先ほど言いましたように生活習慣上この放射性が環境にあるということによってその影響を受けて起こってきた病気というものが全て入るということです。3つ目には今まで持っていた病気があるいはその疾患が悪化するケースというのがあります。例えばその認知症ですとか、それからその自閉症の障害を持っているその子どもですとか、生活習慣が乱されることによってそれまでの生活が損なわれることによって例えばうつ病なども悪化するということは明らかです。ですから新たに起きた放射性と言われている病気、それから生活習慣から来るもの、そして同時にそのこれまでの病気がその悪化したケース、そのケース3つとも全部これは減免対象になるということを今ガイドラインを作っているところですので、それを言った場合に関係ないということを証明する方が難しくなるだろうというふうに思っております。追加なんですが、私千葉県の医師や、千葉県の汚染地域の医師や福島県内の医師に全てアンケートを送って調査したことがありまして、その中の共通項として 3.11 の発災以降皮膚疾患がとても多かったという事例がありました。でそのアレルギーであったり何かしらジンマシンであったり原因不明のものが多かったということなんですが、そのようなものもこれは含まれるということなんでしょうか。はい、含まれます。今盛んに内部被曝をはじめとして福島の子どもたちの影響が小さい小さいというデータがたくさん出てきています。これは安全だということを全く意味していないというふうに思っています。そうではなくて、日本の母親たちが、そしておばあちゃんたちがとても賢くて、子どもたちが口に入れるものに大変気を使ってきて、そしてもう命がけの戦いをお母さんたちがやってきたということたちが、この危ない環境の中でも子どもたちを守っているんだと。そのことを絶対にその誤解してはならないわけですし、ですから世界はそれを甘く見てはいけないわけですし、そして彼らも圧力をかけている一方でそれに対して罪悪感を感じてますから、やはりそういうその圧力めいたものがかかった時でもすぐやはり通報ができて、そういうものが明らかになって世界に知れ渡るようなそういうネットワークというものを片っぽで対抗的に作っていくということで、そういうものをに対する対抗というものをみんなで頑張っていけるんじゃないかと思います。ありがとうございます。カラモスコさん wants to make aComment, please. Thank you, Tomlin. The point was made quite rightly that the effects of a nuclear accident are not specifically necessarily all due to the effects of radiation. There is the effect of the accident itself, the fact that people have to relocate, the fact that societies are broken down, families are displaced, the person's identity is intimately wrapped up, the psychological impacts of a nuclear accident as well. And I think that definitely needs to be followed up. ですから、これもきちんとフォローアップしなくてはいけない。そしてそれも間接的な事故の原因であるというふうにきちんとお明確しなくてはいけない。それでチェルノブイリの時も、とにかくこれからですね、1年、2年でありません、10年、20年という長いこと、この影響が続くということを私たちは忘れてはいけないと思います。その放射能といったときに、放射線といったときに、その一番大きなその
影響というのはがんであるというふうに言われています。確かにその通りだと思います。で、私たちはそれについて非常に脅威を恐怖を感じているわけですけれども、多くの場合そのがん発がん性があるということが言われていて、そしてもちろんそのがんにがんが発症しないケースもいたって、実際にはそのがんだけが放射能病ではないし、そしてそれが発症するかどうかという問題だけにその左右されてはいけないということです。そして私はまた実際にこの疾病を関連の疾病を見るときに、その全ての病気が全部放射線が永久であるというふうに言えないと思います。例えばその甲状腺にしても、多くの子どもたちに結節が見られたと思うんですけれども、だいたいその 50% から 60%、その子どもたちには血栓がある。そして例えば 30% ぐらいはその放射線と関係なくても子どもたちに血栓があるという、そういう報告もあります。で、実際に例えば原爆の被爆者たちはですね、できた結節がなかなか消えなかった、ずっと結節があった、そのままになっていてがんにはならなかったけれども、ずっと結節があったという、そういう被爆者の方たちもたくさんいます。ですから何か病気になったらすぐにそのこれは放射線によるものだというふうに直接的に決めつけてはいけないということを決めつけることもできないということです。ただ重要な科学の重要なところは、その科学というものの分析をきちんとし、周りの状況の調査をきちんとし、何か変化があったときにすぐにこれがその影響であるというふうに結論付けない、これがいい科学だと思います。ありがとうございます。レベッカ・ジョンソンさん、私皆様の大変、ここにいる人たちは国でいわゆる専門家と呼ばれる者たちです。で、私たち ができるのか、この大きな惨事を日本が乗り越えるために私たちは何をしたらいいのか、何かヒントを与えてほしいです。私が考えるのは、やはりそのインディペンデントファンド、リサーチファンドというものが必要なんではないかというふうに思っています。その先ほどからあるように、その東電、電力会社、その関連産業、経団連、そしてその政府と政治家たち、みんなでこの影響をないことにしようとしているわけです。で、それに対して本当に対抗できるのは科学の力であり、そして正当なそのアカデミックフリーダムというものが行使されるということが地球全体の努力で起きるということだと思っています。まともなリサーチをしたいその日本の学者たちが国内で政府を中心に、あるいはその業界を中心にファンドが来ないのであるならば、そのファンドが必要です。そしてそのパートナーとなるその世界の学者たちのその協力が必要だと思います。で、世界から日本の状況というものをそのリサーチをやりたいということで多くの人が来れば、これを今の日本政府はですね、やはりその露骨に拒むことはできないだろうと思います。で、日本にはそういうことを多分引き受けるようなそのプライベートユニバーシティス、だからプライベートセクターというものもたくさんあろうと思います。ですからそういう人たちと協力をして、やはりその世界でこれに対抗する、封じ込めようとするのならば封じ込められないためのネットワークというものを皆さんの力で作っていただけると一番ありがたいと思います。 I wonder if any of the other Japanese commentators. Yes, Takaoka-san, please. まずですね、そのプライベートセクションというか、その民間領域で、じゃあその疫学調査をやる能力がですね、私たち日本でどれぐらいあるかで非常に厳しいというふうに思います。
というのは原爆でさえですね、まあ、私その疫学の専門家の日本でですねやってらっしゃる水俣病とか原爆症のですね専門家の先生に聞いてみると本当に少ないわけです。でそういう点で言えば私たち自身がですね他の臨床医とともにそのどういうふうにやったらいいのかということを勉強しないといけないというふうに思っています。で先ほど私はですね非常に難しいと言いましたけれども一つ非常にもしできるとすればこれが非常にいいという方法があります。それはまあ全てが横断研究でなくてもいいんですけれどもある地まとまった地域100人でも200人でもいいですね。でそういう地域で汚染地域と非汚染地域においていろいろなその症状とか検査について調べていくということです。しかし水俣病と非常に異なって難しい点はですね水俣病はどちらかというと確定的影響の要素が強いんですけれども確率的影響の要素が強いんですね。その影響がすごく深刻なんです。しかもでそのこととですねすいませんちょっと頭から抜けちゃいましたけれどもそうそうアウトカムといいますか目標とすべきですね暴露指標がありますね。それともう一つ健康指標があります。その健康指標が非常にバリエーションがあるわけですよ放射線の場合は。だからどこをターゲットにしてですね調査するかっていうことも問題になってくるんです。ですけれどもやはりこれはですねそのまずはその自覚症状も含めて、まあ、水俣病の場合も自覚症状はですね科学的でないという言い方をされたんですけれども自覚症状も含めてバイアスがあるとしてもそれを含めてきちんと調査をしていくということがあると思います。それから一つですね気になったのはその科学っていうものにですねどこまでを科学とするかという問題があります。で日本のですね今いろんな放射線の分野の健康影響を議論している人たち の意見特に物理学者の人たち全部じゃないんですけれども意見聞いてみますとその中にですね科学の中に疫学が入ってないです。で疫学を科学というふうに認めなければですねその一つの概念が何なのかというところでつまずいてしまうということがあります。ありがとうございます。そしたら岩田さんもコメントお願いします。今のご質問に対して私たちが具体的に行っている取り組みということで、お話したいと思うんですけども昨年の9月11日12日に福島医大で国際専門家シンポジウムがあったことを、まあ、受けてですね、昨年の10月ドイツの、セバスチャン・プフルクバイル博士が、いらっしゃった折に機会を捉えて最初のシンポジウムというのを私たちで開きました。で今年6月に第2回目というのを行ってさらに多くの科学者の方たちフランス、ドイツ、フィンランドから、お招きしてでまた日本の科学者とあとは医師の方たち私たちは昨年から健康相談会という方たちで小児科医のネットワークの方たちと相談会を行ってきたんですけども、シンポジウムを開きました。それで、これからそのネットワークをしてプロジェクトを立てていかなければならないまだその前段階にあるんですけどもその会議の中では具体的にはまだ話されなかったんですけどもその会議を通してですね個々の研究者の方たちとその先ほどテーマとしてこう掲げた占領再構築が必要であることとかそうしたものがクロスチェックできるよう独立した調査というのを進めていけるよう私たち市民ですから専門家ではないけれどもそうした例えばデータを集めるだとかあるいは多くの市民に協力を呼びかけるだとかそういった形で共同してそのネットワーク化したを進めてそれで独立した調査を進めていこうとでまたその調査というのは調査であってこれはまた医療とは違うわけですね。でそうしたこう医療者の方々によるそのネットワークをさらにこう広げてもちろん最終的に調査に結びつくのが望ましいのは望ましいんですけどもまず今そのある状況を把握するため その検査であるとかそうしたものが円滑に受けられるような状況を作ることこれも同時にやはり進めていかなければならないという、まあ、テーマを持ってですねネットワーク化の方を進めています。ですから多くの国外のお医者様方あるいはその研究者の方々のその協力を得たいところであります。
ありがとうございました。そしたらクラウセン先生お願いします。その後会場から質問を受けたいと思います。まずよろしくお願いします。アンジェリーカさん。私も皆様の努力を支援しています。本当に独立の科学が必要で、そのことが非常に重要です。一旦科学がその県の大学の中だけに独占されてしまうと、そのオープンにするという機会が全く閉ざされてしまいます。そしてそのみんなに開かれたオープンマインドな人たちにも、そうした科学を共有するということがほぼ不可能になってしまいます。でチェルノブイリのような原発の惨事を経験し、そして今新たな別の形の福島の惨事が起こった時、私はこうした独立の科学の重要性をさらに強く感じております。私はピース SR アメリカの今代表しております、米内隆もドクターです。本当に皆さんの発言と皆さんの献身、そして熱心さに感動いたしました。私質問がありますけれども、それは福島の市内に関するその放射能調査、そして放射能のレベル、放射線のレベルについてなんです。その血中のレベル、そしてまたその他の調査の状況については、私もかなり理解をしたつもりでありますけれども、例えばチェルノブイリなどの結果を見ますと、例えば膵臓の障害、または心血管障害、そしてまたそうしたことがですね、最近新たに分かってきています。その中には糖尿病というのもあったと思います。ですから特に子どもたちの状況ですね。ですからそうした現状を踏まえ、皆さんに質問があるのは、その市民調査等をするときに、この被曝量とその疾病の症状、自覚症状も含め、そうしたことに関し、どのような調査の内容にするのか、そしてまたそれがどのように治療や診断に役立つような方法での調査研究にしていくということができるのか。で、私はチェルノブイリのその結果から、私はこういうことがもっと効率的にできるんじゃないかと思うんですね。広島長崎の経験も踏まえれば、そういうふうになるのではないんでしょうか。そしてまた国際的な強いその専門家の団体として、医学科学的な観点からさまざまな勧告提言がしていけるのではないかと思います。市民の調査っていうことですけども、染料との関連っていうことで言いますと、まあ、水俣病でもそうだったんですけれども、ほとんどの水俣病の水俣の住民はですね、毛髪水銀値を持ってなかったわけですね。暴露基準が分からなかったわけです。でそういうことで、その量反応関係、ドースレスポンスを要求されたら何も言えないわけですね。ところがその汚染地域、食べた人と食べてない人で、そこでははっきり症状が違うわけですね。ですからそういうその暴露地域とそうじゃないところの比較で、それでかなりですね、分かってくることがあるわけですね。ですからその、まあ、科学はこの数字にこだわるわけですけれども、内部被曝一つとっても数値化するのは非常に困難なわけですね。ですからいろんなですね、研究手法を考えるべきだというふうに思うわけです。ですけれども、もう一つ、この日本での調査、まあ、他国でもそうかもしれませんけど、水俣でもですね、この暴露が起こって、その汚染が起こって、かなり長い間住民自身がその診察を受けることを拒否するわけです。でそれはその自分自身、子どもたちにも影響する差別につながるということで、そういう意味でのですね、より一層の困難が世代間にわたる影響という意味では存在するわけですね。でそういう点ではそのかなり
初期の段階ではですね、選択が限定される。でもそれでも高齢者とかですね、それでもやっていかないといけないと思いますけれども、非常にその地域的な差別の問題は厳しいものがあると思います。私はですね、先ほどから疫学調査ということが盛んに言われていて、疫学調査は重要だと思いますけれども、今福島医科大を含めて疫学調査にばかり力点が置かれすぎていると思います。これは最終的な影響というものを判明させるということの科学者の興味には応えるかもしれませんけれども、将来本当に子どもたちが起こされた病気等のメカニズムが分かって、それに対する治療法や医薬品が開発されるということは、もっと血液検査であるとか、それからその遺伝子レベルの調査であるとか、もっと本当に分子レベル、またその DNA レベルの調査をしっかりやらなきゃいけない。でそのためにはもっとその血液検査をその中心とした、あるいは組織的な生理学的な反応であったり、それからその化学的な意味でのその変化、またその免疫レベルでの変化ということをそのきちんと見なければいけないと思うんですね。今その疫学調査統計ということがそのやられすぎていて、一人一人の体の中で何が起きているかというメカニズムを調べるということがあまりにもその欠けているということがあって、私が先ほどチェルノブイリでは血液検査を子どもたちからやっていて2ヶ月後の血液があったのに、日本ではいまだに血液検査を子どもたちからやっていないと。それはそういうその本当に必要な分子レベル、その DNA レベルのことがやられていないということであって、むしろその本当にこれから力点を置いていかなきゃいけないのはそっちではないかというふうに思っています。ありがとうございました。フォローで、私はですね、谷岡議員の言われることは分かるんですけれども、その別にメカニズムによるものを否定しているわけでも何もなくて、それもその逆に疫学を刺激するこの相互作用というものがあり得るわけですね。でただですね、この疫学調査がやられすぎているっていうんじゃなくて皆無なんです。これは皆無なんです。それをそういうふうに認識していただきたいと思います。しかしそれに重要な要素が欠けてますね。要するにその健康調査のアンケートで被爆は調べてますよ。だけれどもそのアウトカムの部分はないじゃないですか。だからそれは疫学調査はないわけですね。本当にこういう話をいつもいろんなあちこちで日本でいつもできればいいと思います。手がいっぱい上がってるんですけども、私が推薦するのは、その性と生殖、リプロダクティブなその生殖の健康に関する調査でございます。でそれにいい前例も一つございます。でこのチェルノブイリの場合はキエフやロシアで、特にブラック交番コシャート・クリファノフさんがやったものがあります。で政府の調査報告書もございます。ですからこの場合は疫学的調査というのはなかったかもしれません。しかしただ実際には問診が非常に多かったと思います。医師たちがその問診をするということ、これも非常に重要かと思います。私はその産業界のバイアスと産業界の偏見、そして産業界がいかにその目くら状態になっているかということをお話したいと思います。で私はカナダの人々のサバイバルのための医師のグループといったようなところの代表であります。で私特にこの放射性で特にでウラン鉱山でありますとか、ウランの生成施設、そういったところの放射能の被害についての運動をしています。
で実際にこの5年間私たちが調査をしておりまして、いろいろな病状の調査などもございますけれども、まだその5年分しかございません。その福島に関して私はその日本の人たちは本当に技術先進国で、日本ならこんな間違いはしないはずだと思っていたのにこのような事故が起こった。これは本当にショックでした。しかもその後はもっとショックでした。日本の人たちはもっときちんと調査をし、情報を開示し、私たちの力にもなってくれると思っていたら、それが起こりませんでした。市民の人たちがその本当にその今まで多くのことをやってきましたけれども、それにプラスし、先ほどの答えとは、特に市民のグループがさらに国際的な専門家に何を求めるのか教えていただきたいと思います。私たち始めた時からフランスのアソシエーション、あとはドイツのアソシエーションとの、こう情報交換を通して、さまざまな知見を得て測定しようというのをやってきたんですけども、今年の夏もまた、フランスの方、あとはメンバーがドイツの方にも行ってきたんですけども、やはり驚くのは情報がもはやないと。福島原発の状況を伝えるメディアというのが本当に減ってしまって、もはや何もないかのような状況が、まあ、一般的なメディアでこう流れているような状況があると。だからそうしたこう人々のこう注意喚起というか意識喚起をしていくことっていうのも一つ、その、まあ、国際的なこう状況の中で必要かなと思うんですけども、具体的にその専門家の方たち、今まで、私たちこうコミュニケーションを取ってきた中で、そのチェルノブイリの知見であるとか、こう過去の、知見を寄せていただいて、こういうようなことをした方がいいというサジェスチョンをさまざまに受けてきたんですけども、これからはやはりこの違いもいろいろあるわけで、福島のこう現状を実際にその調査するなり、あるいはまたその医療という形で、実際にこう携わっていくという方々の支援というのを本当に求めています。それはもちろん国外の方のみではなくて、日本国内で、ここのあるお医者さんや学者の方たちにも広く呼びかけていきたいとは思っています。 There was a gentleman here who had his hand up a long time ago。一つ付け加えさせていただきたいんですけど、まあ、先ほど皆無と言いましたけども、本当皆無でって言うとちょっと言い過ぎかな、後でこう引きつけられるといけないんで付け加えてきますけれども、例えばもう皆無に近いと言っていいと思いますけれども、まあ、例えばアンケート調査でもそのアウトカムについての研究が追加されれば、それはまともになるし、甲状腺機能の甲状腺エコーの検査です、まあ、あれは一つの疫学の形態だというふうに思います。それと今いる子どもを本当どうするんだというのは本当深刻な問題だと思うんですね。で、水俣でもその多くの人たちがですね、結局置き去りにされてきたわけですけれども、まあ、谷岡さんが頑張って法律を作られたということはありますけれども、本当に実効性があればね、素晴らしいというふうに思います。それでしかし水俣の場合はどうかというと、結局被害者自身が立ち上がって初めて解決に向かったんです。だから患者さんが診察に来ない間ですね、もう私はそんな病気じゃないから言わんでくれて医者に拒否するわけですからね。だからそういうことがこれまでの歴史だったという残念なことです。ありがとうございます。そろそろ We need criticism. We need criticism from the international societyWe need a criticism that in spite of the fact there are so many medical doctors and researchers in this country, that so little outcome is coming out of this country. We need a criticism that the world needs more data, world needs more record, world needs more result from like Japan. If you can have like international criticism, then the government has to change the attitude. ありがとうございました。ではそろそろ終わらなければいけないので、今あと2人会場から
ということと、それと最後に細川さんと崎山さんともし最後にコメントがあったらよろしくお願いします。私ここに30年間日本に住んでいまして、私は基本的にテレビのカメラマンやっていまして、この福島その影響を受けた地域に30巻ぐらい足を運びました。その今ですね、長崎や広島の人たちと同じように福島の子どもたちがモルモット状態に置かれていることを大変残念に思っております。行かれる母親たちがもっともっと政府やそれから研究所に押しかけたらいいと私は思うんです。で、日本ではすぐにそれはプライバシーの問題だとか個人情報の問題だとか言って情報を開示しない、そのことに怒るべきだと思います。で、実際にでその外側からよりも外側の人たちがその短い間ちょこっと日本で調査をしてもダメだと思います。やはり国内から盛り上がっていかないとダメだと思うんです。その私たちが知っているよりももっともっと多くのその放射線の影響がこの地域にあると私は思っています。で、実際60年70年前の広島長崎の状況を見てもまだ未だに新しい調査新しい数字が出てくる、そういう状況です。だからこれから私たちは本当にちょっとした取っかかりのところしか今分かってないというふうに知らなくてはいけません。核兵器を開発してカフスキー教授がこう言っています。実際に歴史を元に戻すことはできない、しかし本当に世界中の人々がこれまで見たこともないような強い運動をした、そのことが核戦争を今阻止しているんだと言います。子どもたちのまあこと、子どもたちの未来、そして子どもたちの健康、子どもたちの歯ということを考えたときに、私たちは今後何年も今まで見たことのないような強い運動を短期間でやらなくてはいけません。時間はあまり残されていません。私たちは核の惨事に向かって地球は着実に動いていると私は感じております。ありがとうございます。私はスイスから IPPMW の代表と聞きました。私たちの会員がチェルノブイリの影響を調査いたしました。実際に IPPMW のいろいろな団体がチェルノブイリのことを研究し、全部デスクに20ぐらいのデスクに埋めております。ですから私たちがこれに何が皆さんにできる、私たちができることいっぱいあります。で、実際に日本でも多くのことがなされていますけれども、例えばセシウムのような重金属をどのように排除していくのかというような、そのアップルに、このリンゴですね、リンゴを子どもたちにあげるとこうした重金属がその体内から排除するのに効果的だという、そうした研究結果もあります。そしてそうした地道な努力をしてきたそういうドクターたちを日本に招待し、各地で長期間に滞在し、人々の健康相談に乗ってもらうと、そういったことも可能かと思います。原因が放射線に関係するかどうかっていう議論は延々続くと思うんですけれども、やはりその結論を出すことが子どもたちを救うかどうかっていうことを考えると、ちょっと私は疑問に思うんですね。やはり現実に起きている、事態にやっぱり対応していくということが必要なので、お医者さんにできることはやっぱり臨床 の, 知見をですね、もっと重ねて、で交換して、いろんな証言をですね集めていってほしい。その結果なんか答えが出るかもしれないし出ないかもしれませんけど、しかし現実に起きていることを踏まえてやっていくということがすごく重要だろうと思います。で、子どもたちを、避難を呼びかけたり、それから避難の相談に乗ったりという活動をいろんな人たちがやってきて、私たち関西でも少しお手伝いをしましたけれども、今現在大体で避難できる人は避難してしまったという面もあります。で、今までに避難してない人はやはりいろんな事情があってすごく避難が難しいというケースが多いので、その人たちのためにやはり短期間の保養プログラムをたくさん組んでいくということがこれからもっと重要になってくると思います。で、これは今年来年という話ではなくて、やっぱり10年20年とチェルノブイリでも今でも
保養プログラムをたくさん続けていますけれども、それは明らかに効果があるという経験を我々持っているわけですから、日本でもそれを、合わせてやっていく必要があって、その時にその、保養プログラムを計画したり実行したり後で評価したりするところにぜひお医者さんに加わっていただきたいと、京都でやっているプログラムでは協力してもらって最初と最後の検診を含めたりしてやってますけれども、しかしまだまだお医者さんの協力が少ないので、ぜひそういう形で、現場に関わっていただきたいなというふうに思います。私は研究者としてと、それから、医師っていうのは免除はあるんですけど、臨床医はやったことないんですが、医師なりその研究者なりがですね、一つの方向性っていうのを、例えば国が決めたとか、それから例えば甲状腺学会 の、 会長である山下氏がこうセカンドオピニオンをしないようにとかっていうような指令っていうか、そういうことを出すとですね、みんな一斉にそれに従ってしまうという、その日本の非常になんていうか特徴的っていうか、権力に弱いというか、そういうところが今度の福島で一番障害になってるんじゃないかっていうふうに思うんですね。例えば低線量被曝に関しても、例えば文科省が100ミリシーベルト以下はリスクがないということにしているということになると、みんなそれに一応になびいてしまう、そういう傾向っていうのが非常に日本に強いんじゃないか。それが今度 の、 福島の子どもたちの疎開とか集団疎開とか、そういうことにも非常に大きな障害になっているんじゃないかって、これがどうしてそうなのかっていうのが私はもうちょっとわからないんですけれども、そういうところを打開していかないといけないんじゃないかなっていうふうに思ってます。ついての意見がいくつかあったんですけれども、その疫学がどうして疫学とかですね、その結論を出すことがどうして重要かというと、政府はですね、このある程度の証拠がないと亡き者にしてしまうんです。もんな何もないと、健康被害は。でそういう態度を取ってきました。ですけれども、重要なのは確かに後で分かってくるこの疫学だけではなくて、調査全般なわけですね。でそういう点では、その臨床医がきちんと訴えのある人の話を聞くことが非常に重要です。で私自身もですね、水俣病忙しくて、これまで被爆の可能性のある人の話聞けなかったんですけども、この間熊本に避難して来てこられた方々をの話を聞いてですね、こういう被爆と健康障害との関係を聞いていけばいいのかっていう、いろんなアイデアが浮かんでくるわけですね。で、今週の土曜日東京でですね、カンファレンスを短い時間ですけどやろうと思ってるんですけども、そういうことをですね、進めていきたいなと思ってます。Well, we're over time, and we need to finish here. では時間がもうすでに過ぎています。ここで今日は終了としなくてはなりません。日本の問題だけではありません。この問題は世界の問題です。放射線が飛散していくのに国境はございません。皆さん全員ここに来て参加してくださいまして、どうもありがとうございました。たくさんの知恵をいただきました。たくさんの刺激をいただきました。そして多くを学ばせていただきました。パネリストの皆さん、本当にありがとうございました。本当に皆さんの鋭い洞察とご意見に感謝いたします。